はい、390円キャンペーンですね。今年最後の390円キャンペーン終了いたしました。ありがとうございます。はい、予想の、今回 1.5 倍、2倍にはいかないですけど 1.5 倍、今日7倍8倍ぐらいのお申し込みがありまして、ありがとうございます。はい、でそう、銀行振込の方は、まあ、ちょっと今もう夜になっちゃってるので、朝確認させていただいて、一応その15時前には、まあ一応確認します、朝。で、メールで確認できたら、まあもうメールいただいて、振り込みましたっていうメールいただいてる方もいらっしゃるんですけど、まあちょっと夜なので、今日の夜、確認させていただいて、メールの方でご連絡させていただきます。あと、クレジット決済したけど、そう、今回ね、ちょっとびっくりなんですけど、和静さんが買ってくれて、で、和静さんから連絡があって、吉谷さん、ダウンロードちょっとできないんですけどって言われて、まあ対応したんですけど、一応他の人からはね、別にそのダウンロードできませんでしたっていうのは連絡ちょっとないので、もしそういう場合は連絡ください。一人いたかな？一人 LINE の方でね、なんかクレジット決済したけど、なんかメールが来ませんみたいな、ちょっといただいて、まあそれはちょっと LINE で返答したんですけど、だもし決済したけれども、まあ決済完了後にサンキューページでダウンロードできますっていうところのページと、あと一応メールで飛ぶんですけど、まあそれが来てないと。決済したけど、メールも来てないし、そのサンキューページ出なかったよみたいな、もしあれば、ちょっとメッセージください。はい。LINE の方でメッセージください。はい。で、LINE でメッセージしていただくときにちょっとお願いしたいのが、メールアドレスをね、まあ、クレジット決済したときのメールアドレスをちょっと入れていただけると、判別できないので、ちょっと決済したときのメールアドレスをちょっと入れていただけると、このやり取りのね、まあ、すぐで対応できるんで、結局、いただいてもメールアドレス教えてくださいっていうこのやり取りが発生するので、最初からメールアドレスいただけると、このメールアドレスで決済しましたと。そしたらもうメールアドレス入れて、あどういう状況かって分かりますん で、 でそれちょっと一つねお願いいたします。はい、ということで、まあ、最後、まあこれ最後の動画になると思うんですけど、お伝えしたいのが、まあ、今回ね、行動力、質問力と行動力っていうのを、まあ、販売させていただいて、まあ、なんでこれ販売したかっていうと、まあ、リクエストもあった部分もあるんですね。要はまたね、これ対談取ってるんで、はい、もう対談と、まあ、これね、商品の中でも多分言ってたと思うんですけど、商品作って終わった後対談、昨日かなか一昨日か対談したんですよ。で、その対談って何かっていうと、その僕のコンサル受けてる人が最近そのペーパルの赤番食らいまして、しかもそのペーパル赤番食らって500万あって、その500万凍結みたいなやばないですか、500万凍結みたいな。で、その後のアクションなんですよ。で、それがすごくまあ面白いって言ったらちょっとね、言葉が違うかもしれないですけど、面白いじゃないな、なんていうかな、その後のその一手ですよね。普通の人ってふざけんなみたいな、ペーパルふざけんなみたいな、訴えてやるみたいになるじゃないですか。まあ僕も YouTube のアカウントバンされたことあるし、YouTube の赤バン食らって、今ここのアカウントなんですけど、赤バン食らってます。1000本から2000本アップした赤バン、動画が赤バンされました。で、その理由はわかんないです。だからこういう動画です。こういう動画がなんかペナルティー来たんですよ。で、僕よくわかんなくて。え、なんでダメなのみたいな。え、こういう動画なんでダメなのっていうところで、Google さんにね、ご丁寧に、めっちゃ丁寧な文を書いて異議申し立てしたら、5分後ぐらいにこれもダメ、あれもダメで赤番食らったことがあるんですけど、まあ、そっからね、ちょっと Google には異議申し立てしないっていうのは決めたんですけど、まあ、YouTube の赤番も食らったことありますし、なんだ、もう僕も PayPal の赤番食らったことあるし、楽天銀行も凍結になって、まあ、楽天銀行もね、たらい回しでしたね。なんかなんか明細それ送れみたいなね。で、そのなんかオペレーターが毎回変わって、オペレーターごとにもうたらい回しなんですよ。なんやねんみたいな。まあ僕もいろいろあるんですけれど、まあ本当ね、ペーパルに関してはマジで気をつけてくださいね。本当に、まあ僕もクレームゼロで2年ぐらいペーパル運用してたんですけど、いきなり赤番です。
クレームゼロですよ。返金とかゼロのアカウントです。だけど赤番です。で、僕の周りで、あの、僕ちょっと情報商材屋みたいな感じじゃないですか。だけど普通にやってる人です。普通に、なんか普通のセミナーとかね、もうセミナーしかやってないみたいな、まあそれ普通じゃないですか別に。で、しかもそれもなんかそのセミナーもお金稼ぐとかね、そういうセミナーじゃなくて、なんかなんだろうな、一般的なやつです。一般的なっていうのもちょっと広いんですけど、その人、そういう人でも赤番食らってるんで、ペーパルマジで気をつけた方がいいです、本当に。だ、周りではね、赤番祭り結構聞いてるんで、え、マジっすかみたいな、なんで赤番食らうんですか、だって普通にやってるじゃないですかみたいな。そう、だからペーパルはマジで気をつけた方がいいですよ。で、まあ今回その子もね、ペーパルで赤番食らって、まあ、その後の、あの行動がね、普通だったら、ふわ、500万いかれたみたいになるわけじゃないですか。ふわ、どうするわみたいな。でもその後の、その子の、まあ、考え方がね、変わって、もう、マインドとか考え方が変わって、その後のね、アクション、行動、どういうことをしてったのかっていうのを対談してますんで。で、これは今回のその質問力の講義でも言ってるんですけど、まあ今のね、まあネタ的には結構、まあちょっとパンチあるじゃないですか。500万凍結したみたいな。だけど、裏を返すならば、500万稼げたじゃないんですよ。もう一度言いますね。500万稼げました。月収100万です。月収500万です。ではないんです。もはや500万凍結っていうね。でも聞きたくないですか？500万凍結みたいな。だから稼げてないんですよ。稼げた話じゃないですよ。ね。だからまあそれは質問力の講義でも言ってますけど、そのいろんなネタっていうのはあるわけ、まあね、まあ今回はちょっとパンチあるんで音声対談ちょっとオファーしましたけど、なんかまあそれをちょっと商品の中で言ってますんで、しっかり汲み取っていただいて、まあ基本的にそのテレビ番組の構成とかも、まあそれ商品で言ってますけど、ニュース番組とかも結局そのインタビューしてるようなもんじゃないですか、コンテンツで。例えばテレビ番組で言うならば、あの浜田さんがやってるスポーツのやつ何でしたっけ、なんかスポーツの人を集めるみたいな。でもあれも MC 浜田さんがいて、スポーツの人たち集めてただこう振ってるだけじゃないですか。ですよね。じゃあそのコンテンツのメインって何かっていうと、そこの出演してる人たちの話だったりとかですよね。だからそのインタビューできるっていうのは、インタビューしていくっていうのはコンテンツを簡単に作る方法の一つなんですよ。だから自分でコンテンツがなかったとしても、あの他人が持ってるエピソードだったりとか、あのいろいろあるわけですよ。だからそれをやればいいだけなんですけど、みんなやらないんでやってくださいってことで行動力もつけましたけどね。やれば本当コンテンツ作れますから。で、僕のこれ実際事例があるんですけど、これもう本当実際事例ですよ。これ前何回か話したことあるんですけど、昔の会社でね、僕勤めてた時、FX の教材とか売ってたんですよ。で、その FX 関連、投資関連のウォールストリートジャーナルっていう、ちょっとね、パクったなんかあるんですよ。ただ、ウォールストリートジャーナルっていう新聞があるのかな。だそのコンセプトをちょっといただきまして、で、ウォールストリートジャーナルなんちゃらみたいなの作って、それは毎月その投資家の人たちの先生の DVD を作ってサブスクで送りますみたいな話なんですね。だサブスクの内容が毎月いろんな先生のセッションね、話を聞いて、それを DVD 化して送りますみたいなのやってたんですよ。で、僕ですよ。あの、当時、僕投資やって、今もやってないんですけど、その担当の子が辞めちゃったんですよ。インタビューしてた子が。で、やる人いなくなって、僕しかいないですよね。で、何やってたかっていうと、あの、ブログとか、あの、本とかで、まあ、ブログやってますとか、お問い合わせフォームここですとか、まあ、探せばあるわけですよ。で、そこに、すいません、みたいな。あの、こういう企画やってるんですけど、あの、本も紹介ぜひするんで、みたいな。本も紹介もバンバンするんで、よかったらそのインタビュー答えてくれませんかっていう初心者、投資 FX 一回もやってない投資初心者が DM 送って、で何人か 3,4 人やりましたね。で 3,4 人やって、で僕インタビューしましたから、初心者ですよ。何もやってないですよ。めっちゃ緊張しましたけどね。めっちゃ緊張したけど、
あの本の著名人でも行けました。でもそれは企画がこういう企画でこういうふうにやってるんですよっていう、それがあったっていうのもありますけどね。だから本の、だからその先生にはメリットがあるわけじゃないですか。だから自分の本をバンバン紹介できるっていうね。うん。だから知名度が上がるっていうのもあるんで、だからそのメリットがあるんで。だから、なんかそのオファーするときに何かメリットがあるといいですよね。メリット。てかメリットないときついと思うんですけど。でもメリットがなくてもできるものとするならば、まあこれは商品の中で言ってますけど、あの身内でね、知ってる人とか、なんかそういうので面白いネタがあったら、そうちょっと行ってみるとかね。だそういうのをやるかやらないかなんで、みんなそれやらないから行動力もつけましたけどね。だそれやればいいのになって思うんですけどね。コンテンツが作れないんだったら。だら自分で作ろうとするからやっぱ作れないわけじゃないですか。僕は別に無限に作れるんですけど、僕ほど作れる人あんまいなくないですか？多分いないですよね。なんで、あの、多分日々のコンテンツって多分悩むと思うんで、まあそういうその、日頃からその、あの対談っていうコンテンツをしっかりとこう入れていくっていうことを、意識してやっていくと、コンテンツは作りやすいかなっていう。特にこれね、情報発信して、僕がすぐそのね対談ができるっていうのは何かっていうと、もう情報発信してお客さんがいてます、コンサル生がいます、塾生さんがいます、その状況下で関係性がある程度あります。じゃあな何かそのね会った時にすぐ、言ってすぐ、あお願いしますってこうなれるんですよ。つまりこれを作っちゃうといくらでもそのコンテンツも作れるんですよね。であとは対談することによって、まあ、すみません、これは僕のポジショニングですけども、その塾生さんとかコンサル生もその対談することによってそこで学びもあるんですよ。だからいつも結構言われるのが、あすげえ、あのよか面白かったですとかね、学びありましたとか言ってくれるんですけど、ね、だ僕としてはコンテンツ一つになってるじゃないですか。すいませんみたいな、ありがとうございましたんですけど、でもなんか多分まあセッションした人しか分かんないかもしれないですけど、まあそこで何か得られるものがあるんで、うん、あこれはね本当ね、自分でコミュニティやってるとか、まあ、これからやっていくとかなった場合は、そのコミュニティとか塾とかコンサル生からしっかりと対談していくっていうのをやると、その人にも学びというかね、その要はアウトプットする場所ですよね。わかります？それを提供することができるんで、あの非常にいいんじゃないかなと思いますね。うん、これはねでもね僕ね、あの十何年前に教わったことなんですよね、対談シリーズって。だからそのコンテンツを作るってみんな昔から十何年前からその みんなの悩みなんですよ。でこれはあの継承っていう昔プロモーションがあったんですよ、継承っていう。でこれがそのプロモーションのなんか日本っていうか、まあ、情報系の中ではもう爆連したんですよ、ブカーンみたいな。でそっからいろんな人が真似してそのプロモーション始めるんですけど、それが12時間で5億か。この継承プロモーションを見てたっていう人はかなり情報通だと思いますけど、その12時間で5億上げたんですよ。でそれでそのやり方をみんなパクリ始めて、みんなでやるっていう、やり始めてブワーってなってって、なんかブワーって変形してって、なんかぐちゃぐちゃになってったんですけど、でその継承のプロモーションが12時間で5億上がりました。じゃあそのやり方をセミナー合宿で教えますみたいな、もうすぐ畳アップセルみたいなね。でそれ僕合宿に参加してきたんですよ、東京ビッグサイトで行われた合宿に参加してきたんですね。でそこでじゃあコンテンツどうやって作っていくのかっていうところで、そのインタビューシリーズですよね、インタビューシリーズすぐできますよっていう、ね、十何年前に習ったことですね、未だにやってるっていう。でもこれってまあぶっちゃけそのニュース番組の構成も変わってなくないですか、20年前も30年前も。どうやってそのコンテンツが構成されてるのかっていう。だからそのなんかテリー伊藤さんの給料明細とかも自分の給料明細じゃないですよね。もちろんですね、テリーさんの当てたその給料明細という企画、今多分アメバ TV でもやってると思うんですけど、確かやってたのは。それって自分の給料明細じゃないですよね、他人の給料明細なんですよ、コンテンツが。でそれでコンテンツ作れてるんですよって話で、だから自分で作れないんだったら、そういうなんかプロデューサーというか、なんやろな、まあ、そういう感覚を持つと、まあ、いいんじゃないかなっていう。どういう企画でどういう人がいると面白いのかなっていう、
あ、どういうネタを持ってる人がいてとか、まあ、そういうアンテナを張っておくってことが大事ですよね。だから多分そのコンテンツを作るっていうね、もうそもそも思考がないんですよ。それは作ったことないし。だけどこれからそのコンテンツを作っていくってことは、メディアを運営していく、プロデューサーとして企画を運営をこう考えていくってことを常に考えないといけないんで、その電波を走らせて、なんか友達と話しててね、例えばなんかちょっとね、なんかパチンコで30万吸ったとかね、めっちゃ面白いなみたいな、ちょっとそういうちょっと話聞かせてみたいな、なんかもうそうすぐ突っ込んでいくっていう、だそういうの結構大事ですね。なんかだからアンテナ張ってないと笑い話で終わるじゃないですか。とかなんかなんか大変だったねで終わるじゃないですか。でもアンテナ張ってると、じゃあそれちょっとお話できませんみたいな。うん、あ、これ結構大事ですね。まあ、そんな感じで、まあ今回ね、商品買われた方、まあ講義も見てる方いらっしゃるかもしれないですけど、あとはまあやってほしいなと。だからそのやれるように行動力のやつも、まあセットで買っていただいてる方も結構多いですけど、本当にやるかやらないかなんで、うん、だから自分にで話せないっていう方は、これ、だってナポレオンヒルもね、本当はナポレオンヒルも思考は実現化するっていうのも、ナポレオンヒルもインタビューしてただけですからね、成功者に。成功者にひたすらインタビューしてって、その共通ポイントをプログラムにしただけですから。だから多分継承のセミナーでこれ言ってたかな。ナポレオンヒルってそうですからね。なんかこれもなんか YouTube でなんかそのナポレオンヒルのなんかストーリーみたいなのが前なんかアップロードされてたんですけど、なんか新聞記者でなんか富豪に質問したのかな。どうやったらそういう風に金持ちになれんすかみたいな。でどうやったらそんな金持ちになれますかって聞いた時に、その富豪の人が、あ、それはないろんな人の、人に聞けば分かるよみたいな、だからインタビューすればお前もなんか富豪になれるみたいな、なわけないやみたいなね、インタビューしてどうやって富豪になんねんみたいな。でもなんかそれ半信半疑でそれインタビューし続けたらしいんですよね。でし続けた結果、あれこれ共通ポイントあるぞみたいな、で共通ポイントあるなって発見して、それをプログラム化して売ったら富豪になるっていうね分かります。だからナポレオンヒル自体は何もないんですよ。何もなかった、何もない。ただの新聞記者。ね。やったことはもう成功者にひたすらインタビューしまくった。で、したことによって、あれみたいな。あ、これなんか、みんななんか言葉は違うけど、本質一緒じゃねみたいな。じゃあこれなんかプログラムになんか、まあそこからなんかいろいろ考えたんでしょうけどね、うん。まあそんな感じです。思考は実現化するっていう。でそのナポレオンヒル財団かわかんないですけど、その180万のバックエンドも僕見ましたからね。180万のバックエンド、あのカセットこのいっぱい入ってるね、スーツケースみたいなんですけど、180万すごくないですか。カセットと CD めっちゃ入ってるんですけど、うん、まあそんな感じで、そのコンテンツネットで稼ぐっていうことはコンテンツを作っていかないといけないですから。本当に YouTube で稼ぎたい、 YouTube で集客したい、でもコンテンツアップロードできません、動画アップロードできませんね。ブログで稼ぎたい、ブログの記事書いてません、ツイッターで稼ぎたい、ツイッターでつぶやいていません。もうこれ本末転倒じゃないですか。まあもうインスタやってますけど、インスタ今フォロワーが、そうそう、今日もアップしたんですけど、写真撮ったんですけど、結構これ結構人気だったな。でこれね、 iPhone で撮って iPhone の方が綺麗に撮れるんですよ。だから一眼と iPhone 僕織り交ぜてるんですけど、一眼のこれ3カメの広角かなり綺麗に撮れるんですよ。だから例えばこれ綺麗じゃないですか。これ見えるかな。ちょっとボケてるな。まあ、ちょっと詳しくはインスタ見てください。これ iPhone で全部撮ってるんで、これはちょっとね、空がちょっとぼやけちゃってますけど、結構綺麗に撮れてます。これは iPhone ですからね、一眼じゃないですだから僕も分けてます。でも今の iPhone ってね、カメラめっちゃ綺麗なんで、だからこれも結局写真撮ってアップしないと何も始まんないんですよ。で今フォロワーが僕7800人いますけどね、 iPhone でできるわけですよ、ね、でもこれ iPhone はあるけど、持ってるけれども、写真を撮ってアップロードしなければ始まらないですよね。だからもう全てのネットで稼ぐっていう行為に対してはコンテンツは必須ですから、間違いなくマストです。コンテンツありきです。うん、コンテンツなかったらまず話にならないですよね。でも多くの人はそのコンテンツを作り続けられないとかね、コンテンツをアップロードできないとかね、
だからこれは自分でやるか人に、まあ、外注化するのか、それか人の情報をこうリソースをあのコラボしていくのかって、大体これぐらいしかないんですよ。自分でできないんだったら外注化して作ってもらう、もしくはさっき言ったあのインタビューしてそういうシリーズ作っていくとかね、うん、だからこの3つぐらいしかないですよ。でどれ選びますっていう、うん、で外注化はやっぱお金かかりますから、でもインタビューに関しては交渉次第で無料でできますから、まあ、友達とかで面白いネタ持ってる人だったら、例えばでしょ、例えば都市伝説めっちゃ好きな人がいて、都市伝説マニアの人がいたら、そこコラボしたら面白い話できるじゃないですか。どうすか。もしくはめっちゃなんかそのなんかファンでめっちゃ詳しかったら、それは面白いネタなんで、それインタビューしてやれば面白いコンテンツになるだろうし、そうだ、鉄道マニアで、めっちゃ鉄道マニアで、だからなんだっけな、マツコデラックスの夜、月曜の夜更かしで、月曜の夜更かしって結構そのマニアックな人出てくるんですよ。わかります、今みたいな鉄道マニア、なんかのマニアみたいな番組の構成それじゃないですか。だからそういう人見つけいたら、そうかやればもうそうコンテンツ作れるんで。でもその感覚、プロデューサー的なその視点で見てないですから、まあ結構見落としてるところもあるでしょうね、うん、はい。ということでいろいろとお伝えしましたけど、まあ、ネットビジネスで稼ぐために絶対的必要なのはコンテンツです。このコンテンツがなければ無理ですし、あとは僕みたいに情報ビジネスやっていく上でコンテンツが自分で作れるようになると、結局その有料のコンテンツも良くなるわけですよ。フリーのコンテンツも作れる、フリーのコンテンツの質も上がってる。じゃあフリーのコンテンツの質が高いのに有料の質が落ちるってことありえます？ないですよね。だってそのスキルは一緒じゃないですか。だから僕の有料の多分商品の僕のトーク術に関しても多分昔に比べると上がってるとは思いますよね。ちょっとはね。どれぐらい上がってるのか、まあ、僕は客観的に見れないんであれですけど、だから昔の話し方よりかは今の方がちょっとレベルは上がってるかもしれないですね。まあこんだけやってるんで。だから結局フリーをこうやればやるほど有料も上がるんで、だからもう一石何鳥なんですよ。でこのスキルは失わないじゃないですか。うん、だからみんなね、ここのコンテンツに対してのメリットですよね。このコンテンツが作れるっていうメリットをあんま感じてないんじゃないかなっていう。で、コンテンツを作れるってどういうことかっていうと、これ3万ぐらいするのかな？これ、一眼の。これをね、無限に作れるんですよ。申し訳ますね。このレンズを無限に一瞬で作れるってことですよ。無限に。コンテンツが作れる。しかもその質が上がってきてるんだったら、なんだろうな。これ無限に作れるわけですよ。やばないですか？どうですか？これ作るのにいくらかかんねんって話じゃないですか。で、まあまあ iPhone とかもそうですけど、こういうものとかモニターとかね。じゃあこのモニター作るのにいくらかかりますかって話で。でも商品を売るっていうことは、これを作っ、物を売るんだったらこれを作っていかないといけないわけじゃないですか。で、そこに人件費だったりとか工場生産ラインだったりとか、あの企画、なんかいろんなお金がかかってるわけですよね。で、これ売れなかったらどうですかっていう。これ売れなかったら倉庫で、物置ですよみたいな。だけどコンテンツを作れる力ってもう資産でしかなくないですか？どう思います？これいくら作っても売れなかったら大量に赤字を抱えるだけじゃないですか。でもコンテンツが作れるスキルがどんどん上がればお金をいくらでも作れるってことですよ。資産も作れるし。どうですかね。これいくら作っても売れなかったら終わりですよ。てか破産しますよね。赤字ですよね。破産ですよね。コンテンツを作るっていうのは破産ないですかね。もはや資産を作るって。これは破産だけど、売れなかったら破産だけど、コンテンツに関しては売れなくてもまたコンテンツ作って、このなんだスキルアップすればそれは資産にどんどん変わっていくわけじゃないですか。だからそのコンテンツ力を磨くってめちゃめちゃ大事というか、お金を稼ぐ上で広告ビジネスをやるにしても通販ビジネスをやるにしてもどっちも大事です。だって YouTube の話してる内容がね、じゃあ僕有料売ってますけど、話してる内容僕がクソつまんなかったら有料買いますって話なんですよ。
もちろんね、もちろん全部がねいい話をしてるとは限らないですよ。でも僕の動画をね、フリーの無料の動画を見て全部悪かったですってなった場合、有料買うわけないじゃないですかね。少なくても僕のね無料の動画を見ていただいて何か感じて、あ確かにそうだなっていうふうに思ってもらえるから有料売れるわけですよね。大丈夫ですよね。クソまずいウインナー食って有料買うわけないじゃないですか。うん、だからまあ僕は YouTuber ではないので集客をしてコンテンツは売ってますけど、 YouTuber もそうですよね。なんかその見てて面白くなかったらアクセス難しいじゃないですか。もちろんタイトルとカスタムサムネイルのテクニカル的な部分があって釣り動画みたいなのもあるんで一概には言えないですけど、まあ視聴維持率でとかのデータで見ると面白くないとずっと見られないじゃないですか。で視聴維持率が低下したらね露出が減るだろうし、だからなんだろうな、広告ビジネスやってだブログアフリエイトに関しても、なんだその読んでてつまんなかったらもう一回アクセスしますって話で、ああね、結局ネットビジネスって最終的にコンテンツかなっていう、そのマーケティング売り方も大事なんですよ。もちろんそれも大事かもしれないですけど、単純にフリーが悪かったらきついよねっていう、次につなげづらいよねっていう話です。フリーがきつか、フリーがダメだったら次につなげづらいよねって話で、だから YouTuber で言うならばフリーの、企画とかその、動画の内容とか構成が悪かったらチャンネル登録してくれる可能性は少ないよねっていう。で逆に言うとそれが面白かったらチャンネル登録してもう一回見てみようってなるだろうし、だからまあ広告ビジネスも全部通販ビジネスも一緒だと思いますよ。だからコンテンツありきじゃないですか。だからそのコンテンツ力を高めていく。ただし多くの人が一人でずっとそれができないから今回の、インタビューとかねそういうのをやればいきなり質の高いね、いきなり面白い話が聞けるわけじゃないですか。いきなり、ね、いきなりですよね。自分持ってないけどその人持ってるわけですから、そうだからまあそのプロデューサーっていう視点は本当に大事ですね。メディア運営、コンテンツをこう作っていく、運営していくっていう、ネットビジネスは本当それでできてますからね。はい、ということでちょっと熱く語りましたけど、まあ、ネットビジネスで一番大切なこと的な感じですよね。はい、だからまあ、すげえすみません、何度もリピートになりますけど、どれだけねマーケティングがすごくてセールス手法がすごかったとしても、じゃあそれ売れましたと、でもそのコンテンツの中身がクソだったらリピートになります？単発を売れたとしてもリピートしますかと。でリピートがないビジネスってビジネスじゃないですよ、多分きついですよ。まあ、ビジネスだろうかもしれないですけど、リピートがないビジネスはマジできついです。いや本当きついです。だって毎回新規で取っていかないといけないわけですから。で新規獲得のコストっていうのが本当に金かかるんですよ。わかります？これ求人とかもそうですけど、新規で求人するランニングコストクソ高いんですよ。だからこれメルマガのリストを取るとかね、それも1リスト2000円3000円とかね、高いんですよ。安くないです。もちろん Facebook でね数百円で取れたみたいにありますけど、基本的に金かかるんですよ。だからリピート金かかんないです。はい、ちょ30分でこれ終わりなんで、ちょだいぶ熱くしゃべりましたけど大事なんで、だからコンテンツが良ければリピートにもなるじゃないですかね。だからもう本当にコンテンツ力っていうのは大事なんで、そこがどれだけ重要なのかっていう、そこが資産になるよっていうメリットをやっぱどれだけ感じれるかっていうところですよね。でメリットたくさんあれば、行動しやすくないですか。だからこれいくら作っても売れなかったら負債ですからね。でもコンテンツ作りまくればそれ資産になりますから、スキルは残るんで売れなかったとしても、はい、ということで終わりたいと思います。またね、いろいろとやってきますんで、はい、ではありがとうございます。